皆さんのご存知のところではね、陽明詩に入っているところで、陽明詩に陰陽閣って、光草とは書いてないんですけどね、漢方の生薬名で、陰陽閣っていう言い方で書かれていると思います。まあ、強壮薬なんで、この葉っぱをね、お酒なんかにつけておくと、強壮酒ができる。いろんなものに使われるんですけども、漢方っていうのはね、病気をする時に飲む薬っていうのがね、ほとんどが病気をして体調が悪い時に飲む薬になるんですけども、そういうね、体になるんです。真っ赤に色づきます。だから11月のね、最終回ぐらいの私のね、最終回の時にいつもね、紅葉が綺麗な状態が見ていただけますので、また興味のある方はね、ちょっと寒くなっていると思うんですけども、来ていただくと、この辺の紅葉がね、今年は多分綺麗だと思うんですけども、まあ楽しみにしておいていただけたらと思います。